はいどうも皆様こんばんマルクス。今日は1月31日ということで1月最後のね撮影日となりますが、まあ元気よくね締めにマリオカート8デラックスの 200cc 全レース、ただひたすら実況走るだけなんですがお送りしたいと思い、マルクスとよろしくお願いします。2つのリクエストをですね今回は急に撮影というか採用していきたいと思うんですが、1つ目はカスタムのやつで悪い字空豆のローラータイヤでお願いしますと、でもう1つがですね結構運ゲーになりそうなんですけど赤コーラの数によってちょっと変わってきそう、ルーブルさんから前回からねあれほど言っていた割にはねなかなかできてなかったので再チャレンジとしてドラゴンロード 200cc でアイテム即使用、クラクションか、何も縛りを設けてない時にねそのクラクションを引いてほしいけど、そのこういういざという時にねまあ備えておきたいところではあるんですけども、アイテム即使用してここでトゲゾウが、投げ込まれましたと、スーパーで距離を稼いでやばいやばい、もう常にあれだね L ボタンを押しておかないとダメだな、でここは壁で消す、うまいね、これが 200cc 現役プロのテクニックでございマルクスというところで、とりあえずミドルコーラもがむしゃらに投げてイカスミがちょっと怖いんだけどねえ邪魔もう壁ただまだ耐えられる、よし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 、でダブルボックス取ります、でキノコも全部取ってボム編もぶん投げます、でダブルボックス取って、いやミドルコーラか、これ後ろに赤コーラ対策で投げて1位かな、オッケー、やったぜ、ありがとうございました、うるさいね。それではまた別の部屋になってしまいましたが、心を改めて2レース目走っていきたいと思います、楽しみつつね、はい大丈夫、はいスタート、最速スタートダッシュを出していきます。で今回はですねネイチャーロードの 200cc 走っていきますけど、このキノコ使って1位で、あーめなんでデイズイーごときに押されるの、最重量キャラやぞわしで、まあ、そこは置いといて1レース目のね音声がすごかったね、音割れとかそのあとなんだろう、音割れもそうなんだけどマイクとの距離が近すぎたっていうのもあるんで、今回ですねまた部屋を一旦抜けてで設定をし直してまた一新新しい気持ちでまた別の部屋で動画をね撮影していきたいと思いますと、なかなか制御が難しい中ですね頑張ってがむしゃらに走るカズマルクスの姿をどうか見守ってください。こっちはキノコ持ってるからな、攻撃系アイテムを引かれないことを祈るばかりということで、デイジー早いな、あ裏の赤さん強いな、ここはショットカー行かない、あのパックンだと難しいんで余計に、さあ頑張ってラスト1周行きましょう、ここからですね赤コーラのラッシュをお見せしたいなと思ってます、まあ、これ1個ぐらいは当たるんじゃないかな。でお茶犬さんからねコメントがあってですね、いやーこれ地獄でしょ、1位だいぶ地獄よここ、で時々来た避ける、よしよしよし、で当たります、でここでかわいそうなのがね、トゲゾウも持ってらっしゃるよ、追いつかないでしょ、はいありがとうございました、波平さん1位ありがとう。お茶犬さんからカズマルクスさんが制御難しいやりにくいカートをキャラ教えてください、引き続き3レース目もね走っていきたいと思いマルクスというわけで、今日は1月のね末に、まあ、撮影しているわけで、プラス時刻が現在ですねちょっと数時間経ちましたけど15時半をね回ったところで、まあ、ポイントがまたゼロからスタートになりますので、まあ新たなね部屋と、今日のパート何回部屋替えしてんだよってね結構コメントできそうなんですけど、まあ、許してくださいと、キノコありがたいね。で3通目のねありがたいリクエストなんですけど、キャプテンあって赤コラ、海外勢は特に注意だ、キャプテンロドリーさんからですね、なんかのキャラクターですかね、コメントいただきました、どうも、キャプテンロドリーです、私はハングオンドリフトで 200cc 乗りこなせないので 200cc 専門のカズマルクスにの、いや、使ってほしいですとコメントあったんで、ドンキーちゃんちょうど DK ジャングル来たので使っていきたいと思います。ここダブルボックス取ってコイン取る余裕すらないので、まあ帰る邪魔だな、でトゲゾウが行きました、いやミスターケビン怖いな、バナナちょっと避けながらですかね、1位早くね、ヘイホーとりあえず赤コーラ引きま、お
これ待って、逆転の余地ある。ちょっと待って、気をつけて。危ねえ。よしよしよし、サンダーのタイミングをうまく使っていこう。ここで売る、お願いします。一生のお願い。2021年1月31日に使えますけど。オッケー、来たー。うるさい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 。相変わらず声張りすぎなんだよな。あと頼む、ほんとマジで赤コーラねえ、パラダイスになったらちょ許さねえかね。発狂、もうすでにめちゃくちゃ発狂してるんだけど。いや今すごい声嘘ー、トゲゾーもうやめて、前もうやめてよ。はぁ、オッケー、もうなんでよ。はぁ、ちょっと待って、もういい加減にしろよ。切れたからもう一レースやります、ごめんなさい。キャプテンロドリーさん、もう大変申し訳ございませんでした。マジトゲゾ許さねえ。もうソラッチは何も悪くない、ソラッチさん。ということで、チクタクロック 200cc で、まあ、大逆転していきたいと思います。もう完全にね、気持ちがですね、もうサンダー返して宇頂点になってたんで、今回ですね、もう最後まで気を抜かず走っていきたいと思います。2位判定で相手を取って、赤ほら、オッケー、当てていく、よかったよかったよかった。でキャラクター変えればよかったね。でカスタムの一覧を紹介するのを忘れてたんですけど、こういうボンミスをねなるべく減らしつつ走っていきたいと思います。 200cc タクチクロックですね。ドンキーコングの今回はヨッシーバイクで、ハンゴーバイクですね。でローラータイヤ、難しいもんと、本当にむずいからさ、みんなマジで勝たせてくれ。ただマリオカートは真剣勝負の域なんで、あんまりですね勝たせて勝たせて言ってると、やっぱ 200cc 専門家のカズマルクスはですね、情けねえって言われそうなんで、まあ、ちゃんとね、あぶねえ、待って待って、あぶねえ、オッケー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 。怖すぎる、もうトゲゾー、待って待って、ちょっと俺もう嫌になってきた、病んできそう、このトゲゾーに悩まされてる。さあ残り1周、ここでクラクション、もう頼むよマジで。ただ逃げ切ってんな結構。で振り子避けます、クラクション来い、いやー来ないか。グライダー前だから助かったっちゃ助かったんだけど、オッケー、サンダー回避来たー。なんか味方してる、なんか今日サンダーに超味方され、ちょっと待って、なんか回避してきてる。ここは絶対に防御を挟んでいこう、頼む、もうキノピオ抜くな、頼む、もうそれずるすぎ。オッケー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 、いちよし、オッケーよかった。もう実況どころではねえよ。はい、結果が出ました、やっと来ましたね。しかもドラゴンロードにめっちゃ風景似てますということで、ライララさんからねコメントがあって、風船バトル見たいですとコメントがあっていただきましたので、今回ロイちゃんじゃなくてレミーの美味しいレストランで、よっしゃ、でこいつのドイツに待てたい。え、待てちょっと気をつけながらね警戒して走っていきたいと思います。今回走るというか、ちゃんとね相手も的確に、まあ、敵に当てつつですね、風船を割っていくというゲームでございます。いつものレースとはわけが違うので、ちょっと守りながらですね頑張って走っていきます。そのために、いやー誰のバナナそれ、武器さんか、難しいな。とりあえず防御を固めていきましょう。で今回パタテン、レミーを使ってね、まあバトルやっていきたいと思います。いや10分ぐらいね結構走って、サンシャインとかあとコインとかが来ましたけど、風船バトルねやっと当たってくれましたね。こう真ん中結構密になってて怖いので、ちょっと逃げる形、ここは龍太郎、龍天命やり返そうかな、龍太郎に。あんま人にねその集中攻撃は良くないから、はい、フラワーボールよけの達人ですよ。なんだけどまだ1人にしか当ててないからね、すごいバナナの置き場所が結構きついんですけども、ちょ緑コーラ多いな、この緑コーラをなすりつける戦法でいきたいなと思ってますけど、いや海外勢がやっぱ多いね。で1人この部屋にね4万レートの方がいるんですよ。なんでちょっとですね勝ちたいなと思ってます。よし、こういうちょっとしっかりしたところで、いいね、緑コーラ結構当てる。うわ、待って、あの王冠、あ、ヒットした、嘘、多分自分の設置したバナナがたまたまなのかもしれない。で今仕事から帰ってきて動画を撮っているんですけど、まあもうこのレース終わったらね動画を終わりにしますんで、よかったら最後まで見ていってくださいと。で今暫定ないだろう、あ、そういうの見れないんだよねバトルだから。なんだけど王冠の人、あ、待って赤コーラいる、ちょっと狙ってきてんな。ここはバックスナイプで、よしよしよし
意外と当たるもんなんだね。さあ、アイシャを倒して、で、アイテムか、んー、ブーメランいらないなー。まあ、後ろに適当に投げつつだね。めちゃめちゃバナナ囲んでんじゃん、アイテム。ミドルコラ多いな。ユウさんに当てたいな。危ない危ない危ない。ミドルコラ消されて、ちょっと待って、バックスナイプ注意だな。よし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 。この緑捨てて、誰かに当たれば、待って、後ろに、カメさんアイコンの人いる。ここ後ろに投げて、プラボール誰かにヒットしない、あ、ヒットしないか。いや、今日ミドさん率高えなー。ちょっと結構引いてんな。ここでブーメラン怖い。ちょっと気をつけ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、サンダーとかなかったっけこのゲーム。まあ、テレサで消えつつ、ここで忍びのマルクス、忍びのマルクス、誰も当たんねえし、忍んでる割に、うおー、ダブルブーメランか、珍しいな。ひとまず後ろ投げて、誰にも当たんない。あ、赤コーラこれ前に投げた方がターゲットを絞れるから投げていきたいな。いやー、もう龍太郎めっちゃ狙ってくんね。フレンド説あるな。よし、ここでキノコ使って、あ、キノコって消せねえのかな。まあとりあえず風船2つ残しで3位。よーし。で、いや、4マレートの方うまかったね。ちょっとこの人に勝ちたかったね、アリオッツさん。ということで今回の動画はね、ここまでにしようと思います。 200cc のレースと、バトルのレース合体させましたけど、僕はメインはね、メインはね 200cc の動画なので、これから 200cc、勉強したいという方は、ご視聴よろしくお願いします。